い、では自己紹介させてください。広島の名称といえばラッチャー。ありがとうございます。高校3年生ピンク色担当宮本の月です。よろしくお願いします。ラッチャー。はい、あなたを照らすアカネ。ありがとうございます。ここ2年生オレンジ担当の宮下あかりです。よろしくお願いします。アカネ。そういや春になるね。そろそろなるね。桜咲くよね。なんか咲くね。うん、泣くって言いそうだ。泣かないで泣かないで。桜と梅の違いってわかります皆さん。え、怒るわ。桜と梅めっちゃ近いじゃん。近くない、うん、なんか写真見たんだけどさ、さっき全くわからん。なんか花びらの数って聞いたんよ。なんか花びらの数違ったっけ。違うって言われたんよ。え、でも調べたらさ、5枚だったの。ちゃんと梅は梅。え、なっちゃんが見た梅の写真めっちゃ入る。めっちゃおったよね。めっちゃおったよ。なんあれ梅じゃないじゃない。梅じゃない。ワンちゃん一種一種なんか調合した的な。梅パート2。梅パート2。梅何あれ。あ、知らん。あれ梅なの。品種改良。間違えたの見たかも。あ、え、本当は何枚の梅って。5枚。よし、5枚じゃない。え、5枚よね。桜も5枚よね。うまい。一緒か。何が違うんだろう。分かる人。すいません。おらんね。じゃあ、あかりで答えを教えてもらいましょう。桜が、あの、何切り込みが、切り込みが入ってるのが桜で、梅はもう何も入ってないみたいな普通の。そう、それが見分け方って書いてあったんだけど、で、その参考画像もなんか絵だったんだけど、うん、桜はちゃんと5枚、梅も5枚、うん、で、プラスなんか桃の見分け方もあったんよ。なんだっけ、桃は似とる。梅と桃がなんか似とるらしい。そうなんで、見分け方がこのここの部分。そう、この切れ込みの部分が入ってるか入ってないからしいよ。みんなちょっと多分梅、え、桜だなと思って見たら梅の場合あるかもしれん。うん、そう、でお花見に行ったつもりが梅見に行ってる可能性がある。そう、しっかり見てから気をつけてお花見をしましょう。イエーイ。それでは次の曲いきましょう。それでは聴いてください。スーパースター。
品でした。